スノーマン・メグロレン、ビビ、人気企画、国宝級イケメンランキング、ナウ部門、で殿堂入り、ものすごく幸せな気持ち。人気グループ、スノーマンのメグロレンが、22日発売のファッション誌、ビビ、9月号、講談社、で恒例の人気企画、国宝級イケメンランキング2023年上半期、において、ナウ部門、の1位を獲得、前回に続く首位で殿堂入りを果たした。また、次期スターがひしめく、ネクスト部門、22歳以下が対象、の1位には何わ男子の長尾謙と、大人の色気、あふれる、アダルト部門、30歳以上が対象、では、坂口健太郎が1位に輝いた。毎回発表されるや否やテレビや海外のニュースでも話題になるなど、回を追うごとに注目を集めている同アワード。目黒は、スノーマンのメンバーとしての活動はもちろん、映画、ドラマ、雑誌など、ありとあらゆるメディアに引っ張りだこ。初の単独主演映画、私の幸せな結婚は、公開12日間で観客動員数100万人を突破する大ヒット。幅広い世代からの圧倒的に支持され、堂々の首位に輝き、殿堂入りとなった。